カフェだ。到着。僕が昔働いてたカフェになります。あのぼったくりの赤坂のぼったくりのってこと？赤坂じゃねえじゃんここ。いやそれお前が働いてたとこでしょ、赤坂のぼったくりのとこ。それはお前に紹介してもらったとこよ。うん。で殴られたとこ。うん、お前があのいちいち飛んだからね。そう、再現するとほんまに壁にさこの距離で、いやこんな原宿のおしゃれな路地でパワーを再現したくて、あとお前こうやってしてたから。俺こうしてた。こうなってこう行かれてた。あ、上からこうか。そことは別の。確かにそことは別よ。ここはもう本当におしゃれなカフェ、うん、いいじゃないですか。こうフォークで眉間クッとやりそう。ここの戦いの仕方いいね。ここの怒り方はいいから。おしゃれなロボトミーのとこくり抜かれそう。お、怖っ。ロボトミー、ロボトミーとかもほんロボトミー手術とかね。調べない方が良さそうだな。参りましょう。すげえ、コーヒー自家焙煎。みんなコーヒー飲むの？いや、自家製ジンジャーエール。自家製のすか。じゃあちょっとこのソーセージグリルマッシュポテト添えは美味しそうだから食べましょう。はい。とサラダ食べましょう。俺は大丈夫よ。サラダはもう俺もどっちでもいいよ。じゃあサラダも食べましょう。うん、食べ。であともう一個のメインメニュー、うん、このじゃあレモンパスタいただきましょう。分けようじゃん。うん、うん、以上です。はい、すいません。あ、ちょっとドリンクも決まってない。ちょっと、あ、ちょっとこれ一つと、こちらですと、はい、このプレート以外でね、ご飯とかパンがついてますので、数百円でつけることできるんですけど。じゃあライス、ライスな、はい、こちらでライスで、はい、はい、ん、あと、何だっけ、シーザーサラダと、あとマッシュポテト添え 3種のソーセージグリルで、あとレモンパスタ。レモンパスタ、はい。ドリンクは自家製ジンジャーレモンのソーダで、ソーダ、フレッシュバナナミルクです。632オリジナルドリンク632。英語で読まない。これエクストラコールドで。エクストラコールドあるって珍しくない？あ、お店飲食店はね、冷たいやつ。お前なんか頼んだの？いやずっとそれきついっしょ。こっから来るまでより言うよ。ライスかパンか聞かれてたじゃん。じゃあお前が最初に言ってたでしょ。え、俺パスタだよ頼んでさ。ライスとパンつかないでしょ。え、つくよ。いやいや、ここのシステムよ。いやいや、ここのシステムは俺が一番知ってるからそれは無理だよ。お前だって板場立ってないでしょ。あ、板場立たせてもらってないけど、俺あの皿洗いめっちゃやってたから板場見てた。おい雑用。面接の時に最初は皿洗いなんだけど、あ、徐々に、あ、え、おお、え、なんで僕がいるって分かった？みんなにも知ってる。やめてください。いつもお世話になってます。やめてください。いや、とんでもないです。この仕立て維持。明らかな仕立て維持。乾杯。はい、そういう。いや、偉いね。ああ、こぼれてるよ。こぼしてまでそんな偉くなりたいの。必死だね。シーザーサラダ。ありがとうございます。すごいね。貴婦人が被る帽子ぐらいある。でか。マジでそれぐらいあるんじゃん。貴婦人の脳内ってこんな感じそうだよ。色合いね。それはすごい。じゃあこの取り分けじゃんけん。いいよ、取り分けろ。うまい。うまい。カメラうまい。逆に褒めることによって。すごい美味しそう。うまそう。いや、ちょっと、うん、気のせいか、ごめんごめん。どうしたの？気のせいではなさそうだよ。なんかその肉の割合、そんなやつさ。ガキだな。いやでも。自分用じゃないでしょ。まあ自分用なんかい。マットアイだっけ？ハリーポッターにいたようなこういうやつ。マットはいたわ。俺のわからんジャンルで一緒だ。ちっちゃい動物つけてるやつでしょ。肩主人公か。ピカチュウじゃねえよ。よかった、説明のおかげで主人公だ。マットはマジであのめちゃめちゃ怪しい優しいやつだから。あ、優しい。なんかめっちゃいいやつだけど見た目はすごいよ。
ダレンシャンで言ったら誰くらいすごい？ダレンシャンわかんないんだよな。クレプスリー？いや、わかんないな。ハーキャットマルズ？いや、わかんないんだよ。ちょっと待って、ハーキャットマルズから、ハーキャットマルズからマジで切れてさ。エッチ島が。マジでなって顔した。うわ。うん。うわ、うまそう。ありがとう、高崎くん。うん、そうだね、本当に。すごいね。すごいね、どんどん。うん。なんかいいね。すごいです。うまっ。うまくない？うん。お前もソーセージってな。この、おならとかしたことないちょう。いや、まあ、多分、うまそうなん、うまいんだけど、うんうん、おならがちょっとその、うん、入っているのであれば。ちょっとあのお前寄りのところにウィンナーあるとさ心ヒリヒリしちゃうから真ん中に置けるちょっとここに見えるさちょっと これだけもうん美味しそうこれでラストだね頼んでるの、うん、一応これ何これレモンパスタみたいなレモンパスタ結構レモンのパスタだってお腹いっぱいになってきてないしっかりいける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 えいける、いけるうんええ辛いうんはめられたみたいな話すんのよ毎回辛い時えどっちマジでえ多分これ結構辛いっすよマジでおいしいおいしいおいしいけどねもちろんえ辛さあるあーあるねあのね、テクノチーノの辛さね。やっぱ唐辛子ね。これでそんな辛い感じなんだ。ギャルの爪ぐらい入ってないですか？鷹の爪が？うん。いや、美味しい。お前ってこんな絶妙な辛さの NG なのこれ。うまさと別ジャンルやね。美味しい。これ何？ん？これ何？これ膝掛け。膝掛け。意味込めすぎさすがにわかるよやばいよあでも美味しかったねデザート食いたいぐらいだデザートとかうまそうだなさっきティラミスとか、ね、美味しそうでも多分ねケーキとかね結構あるそこで売ってんのケーキはあ、ケーキショーケースそこでこちらカズサ牛のケーキですありがとうございますお腹はどうでしょうあ、デザートとか言ってたいや、あ、とりあえず大丈夫です、はい、はい、ありがとうございます、はい、あ、大丈夫ですはい、ご飯もう一つあった方がいいですよそうっすね、いや、ご飯は一応もらっていいですかじゃあいいですはいはい、すいません何カズサ牛のステーキこんなん頼んだんいや、めっちゃするやつじゃん段違いに高かったな4,800円やばやば、何してんのえ、でも今日あれっしょ高崎のあれっしょいや、違う普通に割り勘だよえ、聞いてないよなえ、だからまあこれに関してはお前が一人で払うかみんなに食ってくださいっつって割り勘にするか俺らが食べなかったらみんなに一人で払うそうそうそう味噌だよなんて味噌だあ、味噌だか味噌だってさ、普通にネイティブ発音ねうん、ああそうなんですごい頑決まりだないやでもあったかいうちにいやでもちょっとご飯頼んじゃったから割り勘で食う同時に喋んな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 どこに一発目行こうとしてんだよレッツゴーうわー、まあ、おろしだおろし和風なの大根とかもついてるこっちにもうお美味しそうですねあーこれすごいぞうわ見てこれ美味しそうめちゃくちゃうまいよさすがにうまいうんおいしいもうないもんとろけちゃううんうまっ、うん、こういうカフェとかで5,000円のものなんて俺食ったことないなこういうカフェとかでっていう条件付きねいや別にそれなんか行ってやったよみたいなスタンスしてるけどそうだろうまっやばでも4,800円いやでも1枚いくら食ったもんな。ピジマ食うっしょ俺も食いたいなうん1枚いくらこれ
1枚だから単純計算で今のあれか4000円くらいするじゃん。みんなに払わせるためのやつか。まあそれはそのまあだいぶ育ち悪いな考え方として1枚400円、うん、1枚400円ならまあまあまあなんだ。あ、違う違う何これ、あ、矢印今集中はしてないんだね。うん、矢印は集中してないんだね。うん、すっごいご飯でお腹いっぱいに、お腹減ってたんだ。いや、その貧乏じゃからこの牛の言ってたらこれはずっとこれだって変なやつ2人。あ、もう喋れないな。あの人には話しかけられない。キジマちょっと食べてみよう。キジマ一枚顔絵でやるか。え？顔絵？こう顔でそのせっかく外だし。野尻がキジマの顔を撫でればいいの。なんでだよ。はい。そんなことしたことねえだろ。これは美味しいぞよ。変なやつだな。一文字でいこう。うわ。うわ、2個うわ、いいね。2個刺さっちゃった。贅沢だな。僕、2個刺さっちゃった。うわ。あー、今人いる。恥ずかしい。野尻君、ちょっと恥ずかしい。バイって、この Vlog。声の名前とかじゃないから。そんな顔してんの、俺。うん。うんじゃない。どう、キジマ味は。ああ、めちゃくちゃうまいね。ああ。なんで野尻の真似してんのよ。俺そんな顔なんだよ。味噌だよ。なんて味噌だ。味噌だってさ、普通に。いや、でもちょっとご飯頼んじゃったから、割り勘で食おう。同時に喋んな、同時に。同時に喋んな、同時に喋んな。どこに一発目行こうとしてんだよ。